दत्ता सुरथमारूढ़ अरुणः सारथी सदा श्वेतपद्मधरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धूकपुष्पसङ्काशं सहारकुण्डलभूषणम् एकचक्रधरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितवर्णसङ्काशं सर्वलोकपितामहं सर्वव्याधिहरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ヒマラヤ山脈を下り、現在のバソーリーはジャムカシュミールの南を流れるラビ川のほとりにある。平屋根の家屋と高い寺院のある静かな町。以前はビシュワターリーという名で知られていたこのバソーリーは活気のある巡礼地であり交易センターであった。当時パル王朝の壮大な宮殿は周囲の景色を威圧していた。ケルパール・パル王の統治時代、この小さな王国は細密画の主要な学派の一つとしてインドの文化的地図に強い印象を与えていた。1678年、ケルパール・パル王が王位に就いた。王の好んだ作品の一つは15世紀にビハール州のバヌダッタによって書かれたロマンチックな恋愛の長編詩であるラサマンジャリであった。王はラサマンジャリを描くようヌールプルに住むデイビダースという巨匠に依頼した。キルパールパル王の宮廷の原本はバソーリーの聖職者の長であるラージ・ジョシーによって今日に至るまで保管されている。ヤシの木版に書かれたサンスクリット語の原本は1693年にデイビダースが割り当てられた仕事をやり終えた事実を記録している。300年前のキルパールパルのホロスコープはインドの偉大なる叙事詩であるマハーバーラタの英雄であるパンダバ出身のバソーリー王たちの没落の様子を描いている。この絵はキルパールパル王のものである。このバソーリー画はヒンドゥー教の7人の聖人を描写している。画家は自分が実際に見たサードゥーやファキールの姿やポーズや身振りを元にしたものでなければならない。ケルパールパル王はビシュヌの信奉者である。ビシュヌ教がバソーリー画の創造的刺激の中心を成していた。ジャンムカシュミールではヒンドゥー教の哲学がイスラム教のスーフィズムに影響を及ぼすのに特別な役割を果たした。景色の美しいジャンムカシュミールはサンスクリット語による専門的な作品が多数生み出された場所である。確かにかつてカシュミール渓谷は学問の中心地としてベナレスと型を並べていた。賢者パタンジャリはヨーガに関する最初の体系的な研究書であるヨーガスートラを表した。紀元前2世紀にはバーラト・ムニがナットヤシャーストラを記した。演劇、ダンス、音楽、詩に関するこの古代の古典は今日に至っても芸術家たちに創造的刺激を与え続けている。17世紀には北インドでビシュヌ教の復興の動きがあった。ビシュヌ教では人は神への信愛による絶対的な知恵を通して解脱に至るとされている。何世紀もの間ジャンムカシミールのヒンドゥー教徒とイスラム教徒は共に平和に暮らしお互いに影響し合っていた。現実の世界と関係を断ち絶対的に神に帰依することを求めるという点でイスラム教のスーフィは独特である。
イスラム教徒の律師として知られたように、ヒンドゥー教とイスラム教の関係は非常に密接であった。最も著名な聖人の中には、ナンド聖人として知られるシェイク・ヌールッディーンがいた。多くのカシミールのヒンドゥー教徒とイスラム教徒は彼の弟子となり、今日までチャラレ・シャリフにある彼の寮に花を供え祈りを捧げる。スーフィーたちは神秘的な歌、すなわちスフィアナ・カラムが神聖なボーガの境地にまで魂を高揚させる手助けをするものと信じている。私はメディナに行って祈ったが、私の心は浄化されず、汚れは依然として存在した。世間の俗事を抱きながら、あらゆる鎖を打ち壊し、心の中にマスジッドを築き、神を体験する。多くの聖人がスーフィズムを布教するために中央アジアからカシミール渓谷にやってきた。そのような最初期の聖職者の中には、ハズラト・アミール・カビール・シャイ・ハムダンがいた。スーフィズムに深く興味を示していたムガル朝のダラシコ王子は、スーフィの聖人マクドゥム・サーヒブのためにこの廟を建てた。1649年、彼はヒンドゥー教哲学の学者でもあるスーフィの個人指導教授アクンムッラーシャーのためにこの記念物を建造したのである。ダストギルサーヒブは偉大なるスーフィの聖人サクシャー・ムハンマド・ファーディルの神言で1767年に建立された。バグダッドからここにやってきて、カシミールにカドリー派を拡大したのはこの聖人であった。これはもう一人のスーフィーの聖人であるアクヌンシャーの廟である。17世紀半ば、バソーリーのサン・グランパルはムガル宮廷を訪れ、ダラシコ王子と信仰を築き始めた。芸術的なものすべてを忌み嫌っていた厳格なオーランゼーブが1658年デリー皇帝に即位した。ムガル宮廷から逃げ出した芸術家たちはバソーリーによって文化的な保護を受けた。キルパールパル王はサン・グランパルの甥であった。彼はマヌダットのラサマンジャリの詩を作るよう著名な画家デーヴィダーサに依頼した。詩人と画家は芝神への尊崇の念を抱いて作品を作り始めた。
ラサマンジャリの138の生き生きとした詩はシュリンガララサ、つまりあらゆる恋愛ニュアンスを展開する。シュリンガラはラサのお腹の王とみなされている。ラサマンジャリはサンスクリット語のシュリンガラ氏の中では独特の地位にある。そのような愛人の分類は演劇や演出法のあらゆる側面に関して世界で最古の現在も残存する原本バラタムニのナッティア・シャーストラにその基礎を置く。死と絵画で焦点を当てているのはナーヤク、つまりヒーローではなくむしろナイカー、すなわちヒロインである。クリシナはいくつかの絵画の中で神聖な愛人として登場する。シーバ神とラーマもラサマンジャリが取り上げられている。パラキア・バサカサジア、ナイカーは愛人を待つ。物語を聞かせて彼女は義理の親を寝かしつける。彼女は鳥かごに覆いをかぶせ召使いを外にやる。それからサリーをなびかせてランプを消し静かに床につく。愛人が息を殺して甘美な愛の儀式にいざなう。召使いはクリシナが眠っていることをラーダーに伝える。若々しいヒーロー。ああ、ハスのような目の美しさ、あなたの乳房に爪痕を残す幸運な人となるのは誰か。マッディア・スワディンパティカ。彼女は熱愛されている。私が彼の申し出を拒んでも私の愛人は私の後を追いかける。どうすればいいのでしょう。ああ、さっき秋やビプララブダ、放っておかれたヒロイン。黒い雷雲は死神山の怒かる水牛のに鳴り響く。ニンタンという蛇を踏みつけ謙遜という川を渡り、彼女は愛人を探し求めるが見つけられず悲しみに打ちひしがれる。見つけられる、悲しみに打ちひしがれる。
パラキア・シワディナパティカ。彼女は熱愛されている。ヒロインは愛人のために支度をする。彼女は愛人のために鳩のように甘くささやく。ヒロインの夫は猿。クリシュナ神が立つとき、ヒロインは蓮の花びらの首飾りを外す。彼女の鼓動を感じたように、腕飾りが彼女の手首から落ちる。この絵はラーグビノード、つまり歓喜のラーグという人物の形で表現している。ラーグミストハント、ラーグビノードは他の音楽家たちの間では特に人気があった。ムグダバスカ、ラティプリアの不良院は決して愛の行為に生むことはない。プラウダ・ビパール・ラブダ。バヌダッタの分類ではこのタイプのヒロインはヒーローが踏みしめて歩く大地を崇拝する。ヒロインは
ヒーローと喧嘩して一人去る。ああ先、私の手のひらにあるハスの印、木星は私のホロスコープでは幸運を暗示する。運命線が私の額を交差する。これらのあらゆる吉兆の印、しかし私は腹を立て、私の人生、愛、若さは呪われている。サマラ・カリハンタリタ。バソリアとはヒンドゥー教とイスラム教との調和の精神を象徴する。この絵のスタイルはヒンドゥー教の神話に基づいた生き生きとしたフォークアートとムガルの芸術家たちによる鮮やかな筆さばきの技法との融合である。絵はぬくもりに満ち、生き生きした色で満たされ、その色は今日増してはいない。画家たちは石版の上で植物性の色を粉にして使用し、単色の完璧な絵の具を絵のるのになんと1年を要することもあった。オレンジ色のために寺院のシンドゥールを、藍色のためにラピスラズリが用いられた。金色のために本物の金庫が使用され、宝石を焼くために金馬を使用している。絵は銃と竹、植物、絹から作られた手作りの紙に描かれた。サマニアビサリカ。高級娼婦は愛人を探しに出かける。彼女の胸は波打ち、衣装が広がる。金の装飾品がぶら下がり、彼女の後背取りが魅了する。彼女は愛人に会いに行く。プランバ。サキはヒーローに不満を漏らす。マッディアプロしたバラトリカ。夫は離れる。ローダ・サブディナ・パティカ。
ムグダプロシタ。ラーダーは友人から助言を受ける。サマーニャ・ビパル・ラブダ、放っておかれた高級娼婦。ヒロインはクリシナに会いに出かける。サキはクリシナが外に待っていることをヒロインに伝える。アギャーと呼ばなムグダ、若者はにわかに驚く。彼女の月のような顔、大きな瞳がプールに映る。彼女は髪から花を振り払い落とし、彼女の腰はどっしりして、無邪気に彼女は自問する。私はうんざりしているのかしら、単に倦怠感に悩まれているだけなのかしら。ラーダーは先に話しかける。プラウダ・アビサリカ、ヒロインは愛人を探し求めている。
女の胸は波打つ。彼女の足は新馬のように柔らかい。憧れと欲望の馬車に乗り、彼女は闇の中に踏み込む。パラキア・カラハン・タリタ、喧嘩で仲違いしたヒロイン。あどけない目がヒロインの無口さを引き立て、彼女の色白の額、金色に輝くような毛丈の花がその場の雰囲気を熱く燃え立たせる。ヒロインは瞳、眉、手足の優美に動かして、ラティバーブ、すなわり愛情を表現する。彼女は甘美な愛の言葉をささやく。バーブ、つまり感情もナッティア・シャラストラではバラトムニによって分類される。ヴィシヌはシェーシュという名の蛇の上で眠っている。マッティア・アビサリカ。まだなさき。さきはヒロインの胸に白檀のペーストを塗りつけている。サキ・クリッパリハス、ヴィシヌ神の9つの化身がその絵の背景に見られる。ヴィシヌ教はバソーリーガにおける発想の中心である。マッディア・アビサリカ、ヒロインは愛人を探し求める。
ムグダ・ナボダ、新婚のヒロイン。愛しい人の腕に抱かれ、新婦は自分自身を解放しようともがく。彼女は勝ち取ることは手のひらの上で水銀をじっととどめているようなものだと。ディレディレジェスタジェスタ、ずる賢いヒーローは2つの宝石を差し出す。1つは年長者に、もう1つは彼女に。彼は彼女の胸を愛撫する。ヒロインとクリシナ、ヴィラハニ・ヴェドゥナ、ヒロインは愛人から引き離される。サマーニャ・スワディナ・パティカ、ひたすら愛されるヒロイン。ムグダ・バサカ・サッジャ、ヒロインは愛人のベッドの支度をして待つ。新婚のヒロインは支度を眺め、愛人の欲望を満たす。サキは真珠の首飾りに紐を通し、もう一人はガードルを身につける。アビサリカ、ヒロインは愛人を探し求める。アーサキ、愛人を探す者たちのために夜は昼となり、闇は光となる。森でさえ通り抜けることが難しくなくなる。ऊंचे पहाड़ों पे सैया जी का गाऊं, काबित मिलने को जाऊं, सजनिया कोई जतन बतला दे।
जी का गाऊं काबे ते मिलने को जाऊं सजनिया कोई जतन बतला दे たまにはバサカサジア。ヒロインは愛人のために支度をする。プロダディラアディラ。成熟したヒロインは人目もはばからず怒りをあらわにする。ムグダカラハンタリタ。ヒロインは夫と喧嘩した。ヒロインは夫をなだめ、彼女は先に対しても話しかけない。しかし、白檀の香りのするそよ風が吹くと、彼女は虚しさを感じる。二人のヒロイン。アトゥビシャ・ラブダ・ナボダ、お人よしのヒロイン。プロダ・アディラ。ラティクリア・プラガルバ。成熟したヒロインは愛に歓喜する。夜は愛の行為に舞い、うとうとしながら彼は太陽が昇ったかどうかを尋ねる。ヒロインは慌てて耳を塞ぐ。朝が来ないようにするために。ディラ・ジェシタ・カニシタ。マッディアマ、ヒロインは愛情を込めて愛人を叱る。二人のヒロイン。パルキア・プラバチシャツ・パティカ。ヒロインは別れを予期する。あなたのために私は蛇を踏み、年長者の言いつけに従わず、すっかり分別を失う。そしてあなたは私の元を離れ、生き地獄に置き去りにした。二人のヒロインとクリシュナ。ムックダ・ビプラブダ、置き去りにされたヒロイン。さっきは神父を木陰に連れ出す。空虚さが重苦しい。
彼女は止まることも立ち去ることもできず、お腹をつかした蜂がブンブン飛び交う。カバンダの木立を見つめる。クリシュナはヒロインを宮殿の外で待つ。アビサリカ。やか未婚のヒロインたち、作者ダルシャン。ああ私の心よ、あなたの悪ふざけにはお手上げよ。ああまぶたよ開いて、ああ愛の神よ私を許してちょうだい。クリシュナ神はここにいる。バナダッタの使徒ラサマンジャリの絵はおそらく喜びに満ちた情熱的な遊戯、女性の感覚と感情の探求においては決して勝ってはいない。ラーダーのクリシュナに対する一途な帰依、すなわち神の愛情に対する人間愛の一途な帰依。